どうも、エルダです。それではマイクラダンジョンやっていきたいと思います。だって砂漠の寺院前回クリアしたんで燃える火事場、やっぱあれだね、途中で見つけきれてないから宝箱幕ついてるね。で、難易度ちょっと上げよっか。やっぱね、ちょっと上げるぐらいがいいね。燃える火事場で邪悪な村人の王はオーバーワールドの村を破壊し尽くすための凶悪な機械を作らせていた。王の野望を阻止しなければこの火事場を二度と使えぬよう見つけたもの全てを破壊するのだ。いや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 、最後ボス出てなかったか。あれ、雑魚敵っていうオチだけはやめてくれよ。だって今回ビーコンがないんで、まあ、途中で付け替えることはできるんでね。火力が足りないなと思ったら変えていこうかな。って感じだね、やっぱ剣はね。まあ、とりあえず魂の回収しっかりしながらって感じかな。ちょっと弱いっていうだけで、あ、いいね。毒の煙がもう爆発なんだよな。なかなか毒の霧は強いんじゃない。まさに忍者って感じで姑息な手になってるけど、全然ダメージは食らってるんだけど、さすが。あー、匠やねー。そっかー、一発かー。これは頑張るしかないね。普通にいるじゃん。あれー、起きないよね。崩れてるもんね。あれ、普通に広場来た。いいぞ、いいぞ。
熱い。ああ、やっぱ燃えるのか。うんうん、こんなもんだね。矢が弱い。矢が弱い、矢が弱い。これは、これはあかんぞ。で、これはちょっと、多すぎなんだよね。敵の数がね。強化メール。うん、装備しよう。で、あっちは出そう。ロールチャージあれか。お、そっかそっか、この武器自体が。チャージ系だからね。はいはい。よし、頑張るぞー。意外とあのポーションアーマーとかほんと良かったかもね。レッドストーンゴーレムが、え、やっぱ普通に出てくるの。うわマジか、嘘でしょって。うお、一発。ねえ、はいはい、いけ蜂ども。はははは、おい、声、俺の弟子ども。いやー、強いのよ、ほんと。
下がるけど、そうだね、やっぱしっかりチャージして続けることに意味があるね。いい音しとるな。それはあかん。マジで強化系が強いよ。めっちゃ矢が刺さってるワンちゃん。もう俺のワンちゃんも、なんかハンマーみたいに出た。グレートハンマまたあいつ出たか。どこいた。こいつやっべえな。ここやばいね。常時あいつ出てくるとかなんか結構きついな。ここのマップだけにしてほしいな。こいつはもう一体ぐらいいそうだね、今のやつはね。あ、もうなし。結構ね、探索しきれてないからね、この状況ね。よしよし。特にコインも問題ないかな。あっちは制限付きって感じか。トラス28、レア度は低いね。29。あー、攻撃力を下げるんだ。そう。あー
強いけどちげえな。体格つけてかな。いや、意外と魂シリーズで揃えてた方が強かったかもしれないね。パウダーがいいボスにあんまり効かないっていうの分かったから、まあ次攻撃候補が出たらそっちかな。タコに囲まれた時が明らかにそっちが強いんだよね。そういう風に隠しが隠れてんのか。傭兵アーマーは弱かったね。なるほどね。じゃあちゃんと、ああなんもねえやと思って引き返すんじゃなくて、一回触るぐらいの勢いでこう探索しないとね。帰ってね、強化メイル。6秒最大の時ね、ビーストボスクールダウン、そこかな今のところは。ワンちゃん常に連れてるからね、ボーナスが継いだ方が。あ、カトラス弱かったか。あ、アイテムボーナスがつくのはでかいよね。そっか、宝が出ない理由がなんとなく分かったわ。そういうことか。探索が甘かったんだ。そうそう、ワンチャンの火力が上がれば俺の火力も上がったんと一緒かね。さあ、コアの暴走。何もないね。またゴーレム？しかもエンチャントゾンビ。なるほどね、毒で回復していってるわけね。よし、地味にな君な。追尾力高いんだよな。おら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 、弓強くないとダメだな。
めっちゃ追っかけてくんじゃん。無理。あんな無理。あー、スキル多くていいね。これは何？あー、アーティファクト使うとか、これいいね。変更。あ、いい。でも弱いんだ。これちょっと持っとこう。場所によってはだって強いもんね。いっかりよ。あれお宝かな。痛い。それは何？何？何？あ、ドアの暴走ってそういうこと？なんか、できるとあんのかな、相手ね。なんなんだろうな、これ、ホワンホワンするの。そういうことだね。めちゃくちゃ重いけどね。何もないのかい？ないのか。ワンちゃん。これ一応ワンちゃん吹っ飛ばされるんだよな。賢くはないのよ。よし、じゃあこれぐるって回って、洞窟あるんだよな。あれ洞窟行ってた方が良さそうだね、アイテム的にもね。よし、行こう。あー、なんかボス戦的な。おー、なんか弓出た。力の弓205。うわ、ダメージ全然違うじゃん。パワー、矢のダメージとか。うわー、めちゃくちゃいいなー。ちょっと下がるけど、こっちだね。とりあえず今火力が欲しいから今とりあえず火力が欲しいから。あー、これか。攻撃力が下がってるの弱体だね。はいはい。
矢が112。まあいい。200。いやー強い。ちなみに、あー、なことなかったな。落ちて宝箱とかゲットできるのかなと思ったら、そんなことなかった。まあこれ進んでいって、100は強えわ。しかも火力マップしてるからね。強打。あーちょっと下がるけど、ダメージが高いことを考えると、エンチャントを持つ敵に対して強かったからね。つけとくだけつけとくか。いいね、泡系はめっちゃ嬉しい。あとは何がつくかは自分次第だね。これはね、もうここの運だろうね。この武器欲しいよねって思ったの見つけて、で、かつエンチャントが好きなのがつけば、ポケモン。29出た。これいいんじゃない？速射。速度か。フューズ、衝撃かな？毒、光。ロールチャージかな。ロールチャージに、ノック、うん、意外とノックバックあると、攻撃速度上げた方がいいか。いや、いいか、チャージだろうね、でもね、問題はね。かな。やべ、もったいねえことした。よし、行こう。いいぞ、いいぞ。あ、いいね。ここ洞窟たくさんあるからいいな。まあ待ちなさい。まあドーンってね。よし、これで中入ろう。運速と力がついたから、
傭兵アーマー32が出てたんだね。32いいね。ヘルスはいい。影の爆発、影化を解除すると近くのモビを巻き込む大きな爆発。いいね。ビーストバースト、ハハハハハ、ポーションがね。はあ、これわずかにパーセントなんだよね。ヘッド特化でいこうかな。こんな感じかな。あとはできればペンだね。ペンっていうか、なんかその武器系が欲しいね。何もないの？あ、ないのか。箱敵がいただけという感じかな。あー、しかもお宝もないんだね。何もないのかい？いいね。放射器爆発してたわけだね。さっきの能力つけるとね。よし。300。あ、いいダメージ出るよな。なんだろう。で、ハンマー出た。ハンマーは出てみる。大会入れてるからね。デカトラス出た。いたねー。しかも防御が上げてる最中に弱体もうまく入れればほとんどダメージ効かないね。で、吸血系あるとまた面白そう。27。あー、まあ下がるんだね。ただし、火属性がつくと。こちら、雷と、天、凶暴化。あー、まあ、ワンチャンレアだよなぁ。じゃ、弱体でいいかな。言うても弱体化で悪い気はしてないし、上か。あれ
は何の音なんだろうね。あ、冒険者か。あー、進んだマス分ね。はいはい。矢を落としてほしい。大丈夫だね。お金もゲットして、よしよし。敵敵シールド貼ってどうなの。てめえ。こっち行き止まりっぽいね。よしよし。何もなしか。ね、これもね、意味ありそうな感じしたけど。これだけ。あー、雑魚買っただけか。残念。早く取って。ほらほら。こっちはね、結構、ここは深いね。あ、でも。いいのが手に入ったわ。結構最初苦労したけど。倒しとかないと。やっぱ痛くないね。防御力アップついてて弱体がまた入ればいいね。強くなったから雑魚処理が楽だね。裏でも出せるのがありがたい。コインコイン。あとは上の方かな。矢がもうちょっと欲しいね。お、雪。そろそろボスかな、もしかしたらね。
にね、もうワンちゃんが特攻兵なんだよね。お、オスっぽい雰囲気がする。あー、なんかちょっとめんどくさそう。あれ、これどうやっても戻るん？とりあえずバイクして、バイクして、そういう感じですね。これは大変。正面から入れないっていうか、やべえなぁ。そうだね、増えるよね。画面がね、空も。あー、そういうことね。あー、なんかいいのが出てる。
重力ハンマー。じゃあ結局雑魚がめんどくさいからちゃんと処理して、これも別に使わなくていいんだ、ギミックは。アンジュ、パワーワール。グレートスプラッシュ、敵を引き寄せる。いいね。で、ついてるのが弱体化、強打、持続性、ガードストライク。あー、シールドいいねー。ただしっていう感じだな。これエコーつくと強いね。これでやってみようかな。いやー強かった、なんとか耐えたって感じだったけど、脱出があんのかい。そうだわ、面白いこれ、この武器面白い。引きつけて、まあね、離れようとするから、当たればもう引きつけるんだよね。まあシールドもつくからね。まあやっぱちょっとね、回転は悪いけどね。あーでも楽楽楽楽。楽楽楽楽、めちゃくちゃ楽。ああこういうのもあるわけなんだね。たまたまユニークハンマーが、ユニークだよね、これね。出たけど。いやいやいや、面白い面白い。うん。だからまあなさそうだし、ゴールしよっか。倒した時につくんだね。うん。じゃあ脱出しましょう。邪悪な村人が作り出した兵器もろとも、燃える火事場は破壊された。さあ何が出るかな、何が出るかな。ありがてえ。フリーザーはいらない。あーランダムで35の剣、あーいいっすね。あただ弱いスキルが、あーなるほどね。33、33の犬、ああ欲しい。猫派なんだけどな。32、いやー別にいいかな。ああ強化できるわけね。強化すると、ああミッションクリアでってことか。なるほどね。あこれが強かったね。弓がやっぱ
手に入ると血が全然変わる。まあまあ、一応今回ここにしましょうか。で、次回が、そうだね、もうここまで来て、アイブロックホールってところ行くんで、この、洞窟だね、をやっていくことにしよっかな。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。